こんにちは、オーシャン東京原宿店三品代表チームアシスタントの萩原です。始まりました。今回も、撮っていきます、萩チューブ。今日の動画はなんかこう見てためになるなっていう動画撮りたくてちょっと考えたんですけど、美容室にどうしても来れなくて、セルフでカラーしなければならないっていう人いると思うんですけど、そういう方のためにセルフカラーのコツを、今回僕が、セルフカラーしつつ、撮っていきたいと思います。はい、ということで、今回は、僕がちょっとブリーチも残ってるんで、色が、はっきり分かりやすく、やるのがじゃん、ドンドン、マニックパニック、マニパニです。青、これを自分で塗りたぐってカラーしていきたいと思います。はい、ということで、準備していくんですけど、まず僕白シャツ着てます。あえて今日汚さないために気を張るために白シャツ着てきてるんですけど、汚れたらこうなっちゃうよっていうのをちょっと知っていただけたらなっていうのであえて着てきてます。で、このままやっちゃうと圧倒的に汚れちゃうんで、かといって、美容室みたいにクロスあるわけでもないんで、そういう方は、黒タオルとか濃いタオルを首に沿わせて、何枚かあった方がいいかなと思うんで、こんな感じにもう肩と首周りが全部覆われるように乗せて、で、市販のカラー剤買うと手袋とかついてると思うんで、手袋を2つ用意するのと、あとは後々登場する伝説の武器があるんですけど、その武器は後で紹介していきたいと思います。で、ちょっとカラー剤の準備するんで一旦、よし、では塗っていきます。その塗っていくポイントとしては、なんだろう、まずは全体にのせます。カラー剤をのせまくります。で、この時に顔周りとかつかないようにちょっと気をつけてください。自分でセルフカラーするのはもう美容学生ぶりですね。真っ青です。一旦カラー剤をいっぱいのせていくんですけど、その服を汚さないためにはもうシンプルに裸でやるのがベストです。家でやるんだったら素っ裸になって、下は脱がなくてもいいんですけど、素っ裸上段になって、で、いつでもお風呂のシャワーでジャーって流せるように上着は脱いでるのがベストですね。僕はちょっとそうもいかないんで、動画撮ってるんで白シャツ着た状態でやっちゃうんですけど、上段になってやるのがベストです。で、とりあえず乗せました、ドカンと。で、乗せたら先ほど言ってた伝説の武器というのがこちら、じゃん、アラバ、アラバのコームです。目が結構粗いです。このアラバのコームを通します。で、このコームを通すのにあたっていろんな角度から通すのが重要です。で、コームで
通すことによって細かい液もこうやって拾えるので、さらにムラがなくて綺麗に染まりやすいです。で、結構このアラバのコームは100均とかで売ってます。100均で売ってるんで、ちょっとこう全体に通して櫛を通すと細かい毛も拾えて、なおかつムラも少なくなるんですけど、ここでちょっと注意点があって、このコームすごい粗いんですけど、結構こう密な、もっとこの刃が何本も何本も密なコームでやっちゃうとカラー剤を剥いじゃうので、ここにカラー剤がすごい溜まってしまうので、細かいコームでやってしまうと逆にカラー剤を剥ぐことになってムラになりやすいんで、コーム使うときは粗いコームでいろんな方向を通してやるとムラが驚くほどなくなります。もうひたすらいろんな方向にコームを通します。はい、じゃあコームがいっぱい通したので、時間を置いていくんですけど、このまま時間を置いてしまうと、カラー剤も、カラー剤が乾燥してしまうので、家にあるラップとかでいいんで包みます。よいしょよいしょ、ってやっつって、ほいっち、おーい、取りました。ラップで包んで、カラー剤が乾燥しないように、包みます。完成。でこの時にあんまこうベチャって潰さない方がいいと思うので、潰しちゃうとカラー剤が頭皮にベチャってついて、もしかしたら荒れちゃう方もいると思うんで、そこは優しく包むようにやってみてください。はい、そしたらこのまま時間を置いていきます。で時間を置くタイムとしては、カラー剤の市販の箱に何分置いた方がいいとか書いてあると思うので、それを基準にして時間を置いてみてください。でちょっと時間を置いていきます。はい、流してまいりました。じゃーん、セルフカラー大成功。全然ムラないと思います。いい感じ。ということで今回はセルフカラーのコツということで、どうだったでしょうか。アラバのコームを使ってみてください。いい感じ。まあ、どうしてもね、お店に来たくても来れなくて、どうしても自分でやらなきゃいけないっていうタイミングがあると思うんですけど、まあ、今回、この動画見てぜひやっていただけたらなと思います。少しでもなんかこうムラがないように染めたらなっていうので、今回この動画撮らせていただいたんですけど、ぜひ参考にしてやってみてください。はい、ということで今日はこんな感じでセルフカラーのコツという動画でした。はい、ありがとうございました。またなんかいろんな動画を撮っていきたいと思うんで、ぜひなんかこういう動画見たいですとかありましたら、僕のインスタグラムに DM していただけたら僕 100% 返してるんで、気軽に DM していただけたらと思います。もしよかったらフォローの方もよろしくお願いします。はい、ということで今日はありがとうございました。